もうすぐお正月ですね。まあ、クリスマスが、過ぎてきて、私は半馬家の本家の、本物の貴族の、半馬家の王の半馬岩先生です。本家はね、身分は別にエリザベス女王とか、天皇家とか同じような地位ですね。しかしね、私だけ半馬家の本家の王ですけど、私だけ、人間じゃないんですね。それが本物の貴族というんですけどね。貴族は一人しかいません。宇宙で一人しかいませんけれども、それが私なんですけど、昔ね、地球や太陽がなかった時ですね、SF でいうスターゲートという石棺という生き返る装置なども発明して持っていて、宇宙戦争で命と生き返る装置、医療用の装置ですね、完璧なね、脳をやられたら復元できませんけれども、子供になっちゃいますけどね、を発明して両方とも壊さ、やられて石棺も壊されてね、一回いることができなくなりまして、それで天性の方でですね、太陽と私のね力で、バックの力で、天性の方で太陽と地球を育てて作って、今地球で一番進化した生物に入り込んで、人間ですね。で、また命を吹き返したということです、私はね。それでね、人間の法律とか発明というのはもう、大昔に、もっと上をね、作ってるんですよ。だから その内容を教えるだけなんですけど、言うこと聞かないんですね。1% しか聞かないんですね。それで今の技術に、人間がロケット開発とかコンピューターとか作ってますけど、1ミリの高さの技術しかないんです。我々の、生きてた時は1キロメートルも高い技術を持ってたの。全然大差なんですね。で、そこでね、私がなんかこう人間と接するときにすぐ脅してくるんですよ。取引しない。ただ簡単な商品でも、これ売りには何か言うこと聞かないとということで、世界の法律を作ってまして、その通り全部聞かないといけないんですけども、人間は 1% も聞かないんですけど、その 1% を勝手に動かさせてくれということでね、お金儲けしたいとかね、そういうことで脅してきてじゃないと売らないですね、人間っていうのは誰でもね。だからそこら辺に力をかけて、言うなればね、罰金取られたら100億円取られたから、これなしにしてくれって言って、そうしていくんですよ、本当にやっていくんですよ。たった100円飲むのかあのにね、バカバカめちゃめちゃに詐欺みたいなことしていくでしょ。それ人間していくんですね。で、何でもそうなんですよ。エレクトロニクスの発展は私が生まれてくるときに勉強になるから、人間に強制的に、反映させてね、私が生まれるときに勉強になるからということで作ったものだって、そういうことしなかったらまだ江戸時代ですね。で、人間っていうのはまだね、話したり聞いたりすることはできないんですね。だから宇宙生物の脳波ね、テレパシー聞いて相談して話すだけで、自分自身話をできたとしてもですね、人間はね、700年後に分かるような話を聞いて、自分の仲間からね、バクテリアもありますよ、自分の体にいたね。で、それで話すもんだから、そういうものすごい遅れてる生物なんですよ、人間は。まだね、話もできない、一人でできないんですよ。だから必ず無限に近いね、自分のね、
宇宙にもたくさんいるんで、似たような生物かね、そういうのは仲間、またバクテリアとかね、自分のね細胞とかね、そういった系統がありますから、で頭使うんですね。頭で喋るんです。じゃそれに助けないがなければ全く喋ることもできない、行動もできないんですね。だからだけども今なんかちゃんと人間が話してる動くというようなことをできるじゃないかっていう、違うんですよ全部教わってんです、バックで仲間ってね。だから非常に普通のね猿や 猫や犬とあんまり変わんないです、人間で。ただ相当テレパシーとか仲間から情報を教わって聞き入れることができるんだね。なその大きな差があるんですね。だから単独全然人間は話すことも聞くこともできません。全部仲間の考えで自分が分かったということね。そういう細胞仲間、宇宙にいるね、無限のいる地球人よりかもっと多いね、仲間の考えの頭と位相が合わないとダメなんですね。で何も動けないし、でまず今のところ人間の場合は動いても意味がないですね。プラスになることまだない時代ですね。だからどんなに頑張ったって生活したってプラスになることないです。全部マイナスになってます。そういうことでね、進化もダメだというけども、いろいろ人間よりか頭のいい悪い生物もいますからね。一般で言うと天の悪いのが頭を動かすなという、これは本物の悪い生物なんです。宇宙にいる生物が脳波出して動かすんですよ。それによく動くんですね。でそれで働くね、人間はね。でとにかく実際みんな人間話し